早川さんはね、このバンドでやるためにね、どこだっけ、ダイソーかなんかに行ってね、ね、挑発のカツラを探していたわけです。ありません。サンキュー、こんなに早い時間から集まってくれてどうもありがとう。すれ違うだけの人生を称えて、糸井の曲を。
今日は本当に山田講師and ルローナーサルタイ改め早川たけちゃん&ルローナーサルタイたけちゃん祭りということで、もうあと2曲で終わるよ。六助って友達と言うんだ。すいません。またやってしまって。また一時電話しなくちゃいけない。またやったよって。でもね、まあまあまあ、それ友達のギャグです。まあ、個人的にとか、まあ、最近は糸魚川と二人とかで、旅とか、他にも、ずっと年間、公宿にも東京の家がもったいないじゃないかとか言われてるんですけどまあまあまあそういう生活だ。この前東北に行ってきたんだけどね。また東北まあ年間2回ぐらい行くんですけど、初めて原発のすごい近く、避難区域にも行ってっていうか、まあ、ちょっと連れて行ってもらって、考えれば考えるほど分からないことがなることがいっぱいで、もうあんまり意見も持てなくなる、バカだからね共有範囲があんまりないから、だからでもね、昔俺の好きな作家坂口安吾っていう人が、国と国の争いがなくなっても人との人の争いはなくならないんだと、その言葉をどう打ち殺していくか自分の中で、それが目標で、偉そうにちょっと愛の歌を歌います。イエイ。
Thank you.
Let's go.